俺たちのジャパンへ。あなたは外で食事をするときどうやってお店を選びますか？口コミサイトやテレビ、雑誌で見たから、アイドルが SNS に上げていたから、友達に教えてもらったから。選ぶ基準は人それぞれでしょう。写真ではどんなに美味しそうでも実際に食べてみないと本当の味は分かりませんよね。さて、今回はまさに選ぶ基準を作っているグルメ研究家のフランス人男性が日本で新しい味に出会います。今までにない衝撃を受けた彼、一体何を食べたのでしょうか？僕はフランスでグルメ研究家として活躍している。三つ星レストランや有名パティスリーなど様々な料理と菓子の評論をしてブログを書いている。そして本も出版している。ただ評論するだけじゃなくて自分でも作れるのが僕の魅力と言えるだろう。だがここはフランスは美味しいものが多すぎる。そして僕は食べまくっている。だからわかるだろう。実は少し味に飽きているんだ。もちろんどの料理も洗練されていてとても素晴らしい。だがグルメ研究家としてこのままじゃいけないんだ。何か僕に新しい味の探求をさせてくれるものはないだろうか。僕は気晴らしにパリで最近有名な日本人がオーナーシェフを務めるパティスリーに訪れることにした。ショーケースを見て驚いたよ。フランス菓子特有の華やかさと軽さを取り入れて、なおかつ日本の和の素材をうまく使っている。一口食べるととても上品な味だ。僕はぜひシェフに話をしたいと思い店員に話しかけた。すぐにシェフが出てきたので僕は感謝と尊敬の意を彼に述べた。あなたのスイーツは素晴らしかった。日本はとても素晴らしい素材があるんだね。僕もいつかぜひ日本に行きたいと思う。新しいものを食べたいと思っているんだ。君のおすすめを教えてくれないか？シェフは有名どころ寿司、そば、料亭などを僕に教えてくれる。だが最後に一つ変わったものを教えてくれた。シェフの大好物だというラーメンという食べ物。フランスにはなかなか本格的なラーメン屋がないと彼は嘆いていた。こんな素晴らしいスイーツを作り出せる彼がそんなにも焦がれているラーメンとは一体？僕は早速ラーメンについて調べる。今は本当に便利な時代だな。検索するだけで知りたいことはすぐわかる。これは一体？画面に出てきたのは大きな深いボールのような皿に大きく切り分けられたお肉が乗っており、野菜や卵がトッピングされているものだった。いくつかの店の外観や店内の写真も見たが、どこも狭くて汚そうだ。何より店員のレベルが低そうに見えた。なぜならみんな汗をかいているように見えたからだ。僕は自分の普段行くレストランと世界が違いすぎていてショックを受けた。あのシェフは本当にラーメンが好きなのか？教えてもらった他の料理はとても美味しそうに見えた。日本まで行かなくても他の国で美味しいものは食べられそうだなと思い、しばらく日本のラーメンのことは忘れていた。日本でも本を出版することになり、日本の編集者の顔合わせのため日本に行くことになった。僕のグルメ研究家としての凄さが日本まで広まっているとは、さすが僕だな。日本について早速出版社に行こうとするが、どこを見ても同じような建物が多い。どうやら道に迷ってしまったようだ。困ったな。お腹も空いてきた。何か食べるか？ちらりと横道に目をやる。近くにあるのはファミレスやハンバーガーなどジャンクフード系小汚い小さな店が多くひしめき合っていた。いや、でも日本について第一食目だ。せっかくだから美味しいものを食べたい。左に行っても右の角を曲がっても出版社に着かない。僕はとうとう道のそばで座り込んだ。ドンと荷物を置くと、なんと蹴られてしまった。うわ、僕の大事なカバンだぞ。急いでカバンを抱きかかえる。ああ、おじさんごめんねと言って何人かの若者が過ぎ去っていく。その中の一人だけ、すいませんでしたと言っている声が聞こえたが、周りはとても騒がしい。ふらふら歩いている若者、何も気にしない大人、空には
電柱と電線が見えて、なんとも雑多だ。日本はなんと柄の悪い国なんだ。僕には全然合っていない。日本での出版はお金にはなるけど、こんな思いをするなら来るんじゃなかった。すると不安といい香りがする。これは鶏と豚のスープの香り。思わず喉をごくりと鳴らした。この香りは一体どこからと香りのする方に進むと、なんとさっき小汚いと思っていた店の一軒からだった。僕の自慢の嗅覚はおかしくなってしまったのか、まさかと思いのれんをくぐった。外からはわからないほどの熱気と湯気。いらっしゃいませと大きな声で出迎えられる。すると、あ、さっき座り込んでいたおじさんだと声がした。僕のカバンを蹴っていた奴らが座っていた。最悪だ。くるっと回って店を出ようとすると、若者が引き止める。さっきは連れがすみませんでした。ここのラーメンうまいですよ。疲れてるなら食べて元気出してくださいよと少し強引に店に引き入れられた。店内は思ったより小綺麗にしており、席についたテーブルはキラッと光っている。せっかくだから食べてみるか。そろそろ僕のお腹は限界だった。若者がおすすめのラーメンと付け合わせを教えてくれた。どうせならセットというもので食べたいと身振り手振りで伝える。言葉はわかるが、まだ漢字までは読めないんだ。僕が注文すると、オーダー入ります、豚骨醤油1つ、唐揚げ1つ。店員の一人が叫ぶと、ありがとうございますと他の店員が声を揃えた。これが日本式なのか。目の前のカウンター越しに手早くラーメンが作られている様子を見て、僕は感心した。なんと流れるような麺さばきなんだ。ラーメン唐揚げセットのお客様、お待たせしました。熱々のラーメンと揚げたての唐揚げが出てくる。おお、鼻にガツンとくるニンニクと豚骨の香り。器全体からはみ出そうなほど乗せられた肉、海苔、野菜、半熟卵、すべてからほかほかと湯気が出ている。僕はスープをすすった。なんと奥深い。箸は使えないのでフォークを使って麺を取り出す。つるっと出てきた黄金色をした麺はとても美しい。そして僕はラーメンを初めて食べた。うまい。スープと麺が絡み合って食感が面白い。付け合わせの肉と野菜、すべてから旨味が出ている。僕はラーメンをかき込んだ。思い描いたラーメンはクオリティが低いものだったけど、出てきたラーメンは全く違うじゃないか。初めて食べるラーメン、唐揚げ、なぜか無料で食べてよいと置いてあるゆで卵、カウンターに置かれているトッピングなど、すべてが新鮮だった。食べ終わってお会計をする。1200円になりますと言われてお金を数えてみる。こんなにも安いのか。とても美味しかったが、自分が食べたラーメンはまだまだランクが低いものなのだろうか。まだまだ奥が深いということだな。店を出ると編集者から電話が来て、迷子の旨を伝えると迎えに来てくれることになった。僕は早速さっき食べたラーメンの話をした。とても美味しかったんだけど、たったの1200円と格安なんだよ。もっといいラーメン屋は他にもあるのかいと聞くと、あそこのラーメン美味しいですよね。僕もよく食べますよ。でもラーメンは有名なところでもだいたい1杯1000円しないですよと教えられる。あの安さで、あのクオリティが日本で普通だと信じられない。あんなに奥深いスープの味、麺のコシ、手間暇かけているのにコスパが高すぎる。一流の味でも1000円程度で手軽に食べられるのも魅力の一つだったのか。これこそが僕が探し求めていた新しい味だ。ただパソコンで調べただけで何でも分かっていた気になっていた。実際に見て食べて体験し研究する、それが僕グルメ研究家の原点だったはずなのに、いつの間にか僕は天狗になっていたようだ。新しい味を教えてくれた日本のラーメンに感謝しているよ。さて、
僕の新しいグルメ評論に日本のラーメンが増えたのは言うまでもないだろう。君におすすめのラーメン屋があるならぜひ僕に教えてくれ。日本のラーメンはなんて美味しそうなんだ。僕も食べてみたくなったよ。そんなに安いならいろんな味を食べれそうだな。他にもいろんな味があるってこと？ぜひ彼のグルメ評論を読んで知りたいわ。店員さんの一体感がすごくいいね。僕の国ではこんなにパワフルで愛想がいい店員さんはいないよ。彼が出会ったのは日本のラーメンでした。パソコン上の写真だけでは匂い、味、店の雰囲気すべてはわかりませんよね。さて、ラーメンは醤油、味噌、豚骨、塩と大きく4つに分かれますが、他にも魚介系のスープやなんとカレー味のスープまで味の種類は千差万別。日本各地の特産品を使ってご当地ラーメンなんてのも各地域に根付いています。あなたが普段住んでいる町の自慢のラーメンがあればぜひ彼に教えてあげてください。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。